リトルキティビッグシティ。どうも、皆様、こんにちにゃ。 今日はこちらのゲームをやってくにゃ。こちらのゲームはですにゃ。あの猫になって自由気ままに冒険するという至ってシンプルなゲームですにゃ。あ、ちなみに、なんで語尾ににゃがついてるかというと、このゲームをするにあたって、猫の気持ちをより深く理解するためにゃ。だからわざと語尾ににゃをつけてるにゃ。あの高校生が語尾ににゃつけて気持ち悪いと思ったそこの君、控えめに言ってぶっ殺すにゃ。ふふふ。 気持ち悪いと思ったそこの君、コメント欄に住所を書いてにゃ今から僕が処刑しに行くにゃ気持ち悪いと思った奴は全員殺しに行くにゃちなみに自分でも気持ち悪いって思ってるにゃ自分でも気持ち悪いと思ってるにゃ早速やってくにゃはい。えっと、新しくセーブするにゃ。スロット1でやるにゃ。やってくにゃ。この疲れ、この喋り方めちゃくちゃ疲れるにゃ。行くにゃ。で <laughs> 普通にでって言っちゃったでにゃ。でにゃであ、読み込んでるにゃねうん、読み込んでるにゃ。90%にゃ読み込んでるにゃあ、何か来たにゃコンビニがあるにゃコンビニにゃうんすげえな。<laughs> やべ、普通に戻っちゃう。あら、すごく綺麗な都会ね。うん。あ、これが僕かにゃ僕可愛い,いにゃいつも、いつも可愛い,いにゃね、僕。うん、寝てるにゃ。危ないにゃよ落ちるにゃよ あ、落ちそう。危ない。落ちるにゃ。あ、やばい。あ、落ちた危ない僕が落ちた。危ない。危ないにゃ、僕。あ、危ない。そ、うやってやっても空は飛べないにゃ。あ、飛んでるにゃ、飛んでるにゃ。すごい。放り出されたにゃ。で、あ、あ、危なかったにゃ。うん。え、大丈夫かにゃ。あよかったにゃ。あ、犬犬にゃ。びっくりしたにゃ。あ、落ちたにゃ。大丈夫かにゃ。あ、 ゴミ箱に入ったにゃ臭いにゃ、うん大丈夫かにゃ出れるかにゃ <laughs> この喋り方 <laughs>、きついあ <laughs> 家に戻るって書いてあるにゃじゃあ早速僕の家に戻っていくにゃどこかにゃ自分の家なのにどこが自分の家かわからないにゃ <laughs> 自分の家が分かわからないにゃあちなみに僕ね今コントローラーでプレイしていてにゃ、あのー、PS5 のコントローラーでやってるにゃで弟 PS5 僕持ってないからあの弟から PS5 のコントローラー借りてやってるにゃ PS5 のコントローラーってすごく押し心地がいいにゃ押し,押してるだけでストレス発散 発散されるにゃ、なんかにゃっていうの、すごく疲れるにゃ。<laughs> 人間って、ゴビににゃってつけるだけで、こんなに疲れるものにゃのかめちゃくちゃ疲れるにゃ。で、これ、これ僕んちかにゃこれ僕んちでかすぎないえ、僕んちでかめっちゃでかいやんけ。お前、いい家住んでんな。で、僕んち行って、何か植えてあるにゃ。なにこれネギネギが植えてあるにゃ。ネギと大根かにゃ。ネギと大根が植えてあるにゃ。自家栽培にゃ。で、これ拾えることもできるにゃ。危ないにゃ、それ。それ刺さったら痛いやつにゃ。で、えっと、こっち行って <laughs>。 <laughs> 普通にこっち行ってって言っちゃった。もうニャつけなきゃな、ね、でね。こっち行ってニャ。であ、冷蔵庫が置いてあるニャ、これ。冷蔵庫ここに置く,置くタイプあんま見たことないニャ。冷蔵庫普通こっちに置かんにゃいえ。こっちに置く人あんま見たことないニャ。で、こっち行って。スリッパ壁に貼り,つ貼り付ける人あんま見たことないニャ。なんで壁にスリッパが貼り付けてあるニャ。うん、か、変わったご主人様だニャ。で、ジャンプは、え、バツボタン。はい。バンツ、おすげいすげいジャンプできる。あ、ちょっとずれちゃったニャ。絵画がずれちゃったニャ。で、こっち行って。 でこっち行って「おすげえすげえな」でこれ「ハハハハハ!」まって。 これ、右ボタンで右ストレートできる。右、右ボタンで右パンチができる。猫パンチができる。僕のストレートはすごく痛いにゃ。左ストレートにゃ。かますにゃ。これ食らったら人間様はひと、ひとたまりもないにゃ。顔面がぐちゃぐちゃになるレベルだにゃ。で、えっと、こっち行って。あー割れちゃった断捨離そうですにゃ。あの、ご主人様の断捨離を手伝ってあげてるだけにゃ。僕は悪いこと何もしてないにゃ。で、このエスプレッソマシーも叩いて壊すにゃ。断捨離に付き合ってあげるにゃ。 ええと、こっち行って、うん。<laughs> もう疲れる。でかい植木鉢 <laughs> でかい植木鉢にゃ、邪魔にゃ、どいてにゃ、猫、ねね、パンチにゃ、威力強すぎにゃ、めちゃくちゃ威力強いにゃ、こんなとこに置いてるから悪いにゃよ。ね僕の行く道にあるから悪いにゃよ。 ああ強これ。これめちゃくちゃ強い。倒れない。なんで強はい、これ、も、えー、割って。僕の行く道にあるから悪いにゃ。こんな植木鉢を置くご主人様が悪いにゃよ。で、こっち行って。はぁ邪魔にゃ。強<ん>。はぁー。猫パッチしただけでこんな割れないだろう。うえっ、ー、と、罰を押すと精密ジャンプをします。バツとってことは、あ、これで長押ししてジャンプ。で、お、いいね、いいね。ちょ、待って、喉乾いてきたな。めちゃくちゃ喉乾いてきた。ちょっとウーロン茶飲んできます。 すみませんにゃ、ウーロン茶の飲んできたにゃ、なんかにゃ、語尾ににゃってつけると、普通の1.5倍ぐらい喉が渇くにゃ、で、こっち行ってこれ邪魔だにゃ、これまた猫パンチしてんの、つんよ、<laughs> 強くないめちゃくちゃ。あとなんか酸欠みたいになってるにゃ、すごく息苦しいにゃ、僕病気かにゃ、おやおや、空を飛ぶ子猫か。化けなかったえ、君の他に罪もないカラスを平気で叩く子猫がいるかい え、あれ君だったのごめんね。わざとじゃないんだ。実は、この子、この子ゴビに似合ってつけないんだ。俺に合って喋ってんのに、この子ゴビに似合ってつけないんだ。わざとじゃないもっと空を飛ぶ練習した方が良さそうだね。でも、本当はお空なんか飛べないんや。そんな態度じゃだ絶対ダメだ。ほら、翼を羽ばたか、羽ばたかせて、そういう時な翼持ってないんや。君みたいに翼持ってないんや、僕。猫だから。 ん待ってにゃ待ってにゃ行かないでにゃ僕飛べないにゃ僕飛べないにゃあのカラスを見つけるえ、オプションをしてみるかちょっと、息苦しい。また植木鉢かにゃ植木鉢置きすぎなここ,ここら辺の住人。ここら辺の住人、植木鉢大好きにゃ気持ち悪いにゃあ、い、では置いて。<laughs> 植木鉢置きすぎ気持ち悪いはちょっと良くないな。植木鉢好きな人にちょっとごめんなさい。あの、花とか観葉植物が好きな方ほんとごめんなさい。で、えっと、こっち行って植木鉢、植木鉢おしお置きすぎにゃ邪魔にゃで、えっと、これ飛ばして。 <laughs> これも飛ばして。あ、なんか、な,なんか将来の伸びたみたいなんがいるにゃ。なんだこれなんかちょっとバウンディさんに似てるにゃ。ちょっとバウンディさんに似てるにゃ。なんか、しょう、なんか、バウンディさんって、なんか美大に通ってて、マルチアーティストとして、なんか活躍するのが夢みたいだから、多分これ絵描いてるにゃね。バウンディさんは絵を描いてるにゃ。これ荒らしていいにゃ、バウンディさん。はい。あ、なんかエッチな色生死の色こっち行って。あら、やだ。生理の色生理の血の色 はい、これ紫のもあって、はい、飛ばして、バウンディさん、こんにちにゃバウン、は <laughs> バウンディさん、こんにちにゃ頑張ってにゃマルチアーティストとして、すごく期待してるにゃこれ、引いて引く、引く引くどうやってやんだえ、こうやってやって、え引いて、はよ、力強、力強でこれ、引いて、何この花この花見たことない。なんか、伴奏をこう、十字につけた、十字に貼っつけたみたいになってるけど。で、これ、伴奏をこう、十字型に貼っつけたみたいなた形になってるけど。で、これは、これなんていう 読むハウハウって言うのかなハウえっと、ハウはい。えっと、これで貼って。で、こっちってゃで、これなんねこれ、あ、これ、ボールにゃ、ボールがにや。これ、ボールを使っていくゃはい。で、これ、飛ばして。あそこにゴールするにゃで、と、何ここのカラコン、無駄すぎにゃい。これ、このカラコン、何の意味があるにゃカラコンの意味何もないにゃで、これ、飛ばして。あ、こっち、ちょっと難しいにゃこっちに、こっち、飛ばすにあ、ちょっと難しいにゃこれ、ちょっと難しいね。これ、こうして、はい。 <laughs> はい、こっち飛ばして、はい、うん、ちょっと難しいにゃ、これ。これ、はい、うん、ちょっと難しいにゃ。僕、才能ないかもにゃ。だ入れて、得点だ。 えーっと、オプション押してみる。で、これで、えー、っと、次は、えー、自転車が、なにこれ、狂ったように走る。僕は狂ってないにゃ失礼にゃ僕、狂ってないにゃえー、っと、これで、は、走れる。すげえ。これで走れるんだ。すげえ。で、こっちはいけるこっち、あー、水は苦手なのね。水苦手。ちょっとしか触れてないのに、びちょびちょ。どういうことで、これなんにゃなんかこれ、駅によく置いてあるやつがあるにゃ。で、えー、っと、これ、空き缶があるにゃ拾うにゃで、拾って、あ、そういう持ち方普通横じゃない普通横に持たない。縦に持つんだ。で こっち行ってにゃ、でこっち行って、あこれ持ちながらも猫パンチできるんだ。器用ね、この子。めちゃくちゃ器用やんけ。見てにゃ、僕のお友達にゃ、僕のお友達があるにゃ、見てこのアヒルさん、僕,僕のお友達にゃ、うん、音しないにゃ、ピッピッと音しないにゃ。 明日、ピッピッって言うにゃんね。で、こっち行って、はい、はって。はい、こっち行って、はーい、かわいいな。猫ってやっぱかわいいな。犬と猫って最高に可愛い,いよな。<laughs> 普通に戻ったり、なんか、ゴビンにゃつけたりするけど、ちょっとごめんね。で、こっち行ってにゃ。塞がってる。じゃあ、こっち行けないってことは、こっち行けばいいってことにゃ。こっち行けばいいにゃんね。こっち行くにゃ。あ、からさんいるにゃ。カラスさん。うわ <laughs> ガチめにびっくりした。まってははは。こういう系のゲームでびっくりしたの初めてかも。こう、ほのぼの系で、めちゃくちゃびっくりした。ねえ、めっちゃびっくりしたよね。お前名前つけてあげようか。なんて、黒いから黒ちゃんね。黒ちゃん。わわわ、黒ちゃんです。そっちじゃない。そっちじゃなくて黒ちゃんで名前しようか。黒ちゃん。ほら、静かにしなさい。うん。カラスね。まったく。あのうんたちは、この通りですっかり我が物顔だ。何我が物顔って。わがママとかじゃなくて、我が物何それ。 えっとんああ、来たな来たよ。ずいぶんゆっくりだったね。え、翼は羽ばたかせるの忘れたのかな忘れたとかじゃなくて、普通に僕羽ばたけません。僕猫です。僕猫ですにゃ。僕猫だから止めないにゃ。えっと、翼なんかついてないにゃ。え、ならどうやって飛んでるんだいなにこ,こいつなんかすごく勘違いしてる。こいつすっごい勘違いしてる。飛んでなんかないにゃ。落ち,落ちてたの窓辺から、窓辺からここまで落ちてきちゃったんだにゃ。 だけど飛べないなら、どうやったらあの場所へ戻る気なの確かに。土星論。確かに土星論だな。うんで、あー、あれが、あれがワインチか。ワインチと、ワインチめっちゃ上。そういえば、 んふーむ。だいぶ困った状況みたいだね。どうしたもんかなうん。なぁ。わかったぞ。それでは翼のない生き物が、下級飛行、翼の生き物がない,いや、生き物がやっている。下級飛行はどうかねふ婦ふ言いながら爪を使ってやってるだろうな。な <laughs> にそれ。なに下級飛行って。なに下級飛行って。すごく馬鹿にされてる気分。よじ登るってことにゃ。そう、それ。 うん。よじ登るだけの元気はないよ。落ちた時にはもうお腹がペコペコだったんだにゃ。では、近所の優しいカラスが、美味しい魚を持っているとしたら、どうかな、うん、自分のこと優しいって言ってる。ま、あ確かに魚を持ったら、うわー、なんか魅力的やな。え本当にうん。それでおなじみ、カラスの縄張りについて話そう。なんか急に話し始めた。えー、需要と供給。何それ <laughs> 今の社会、人間社会を表してるかのよう、需要と供給。 25個のキラリをくれたら元気いっぱいの美味しい魚を1尾あげよう1尾だけ少なくね1尾だけそこは25尾じゃねそこは普通25尾じゃねえキラリって何にゃえー、キラキラ光るものわかるだろさすがにバカにすぎえー、茂みや壁のデコボコと時にはカラーコンなんかに隠れてるよキラリと光るあれだよえー、貴重なものなの 貴重かって値段の付けようがないくらいだよ。うーん、じゃあ、えっと、じゃあ誰にも渡さず持っておいた方がいいのかなでも、キラリ25個と魚25尾を交換するんじゃないのそうそうそう魚を25尾交換したいんです、僕は。えついさっきの値段付けようがないって言ったかね本当はそれどころ,どそどころか完全に無価値なんだ。しかも、危険だ。カラス以外の生き物にはね。 実際、キラリがこんな風に街中に転がってるなんて、まずいもんだ。誰かが怪我するかもしれないんだから。うん。キラリを25個集めたら、私が責任を持って処分してあげよう。我々は英雄になるんだ。何言ってんだ、こいつこいつ何言ってんだ <laughs> こいつ何言ってんの <laughs> そしたらお魚くれるにゃもちろんだと思う。わかった、やるにゃ。 ええ、休、え、炉、ー、のために、キラリをン25回めるこいつ休炉っていうのこいつ休炉っていうのダッサイ名前。クソダサイ名前やん。こんなかっこいい。なんか口調がめちゃくちゃ、ね、なんて言うんだろう、う口調生意気なのに休炉っていうのダッサー。あキラリがあるにゃキラリが見つけたにゃこれキラリかなこれキラリえー、キラリを見つけたね。人間がいるにゃ歩きスマホ危ないにゃよ歩きスマホ危ないにゃあ。ふふふ。ふふふ。 ハハハハハああ<ー笑>怖い怖いなんか、無垢の巨人みたいな感じを追いかけてきた。あと、怒りやす、怒り方わかりやす。で、あと、こっち行って、これなんだこれ広いな。こっち行けるな。で、鳥さんがいて、あ、猫さんがいる。狐みたいな猫さんがいる。多分海外の犬種じゃない、猫種え、ウーム、見慣れない顔だな。鳥でも見に来たのか。なんだこの人間な。なにこの人間な <laughs>。この人間なに 鳥をこんなに近くで見たの初めてなんだ少なくともラガラス越しゃないのはああ家猫かどうりでもっと近づけるああもちろん実際捕まえることもできるぞこいつは奴らを驚かせずに L1 で忍びこぶ忍び寄ることだそしてそこから飛びかかるあ,あかわいい黒黒かわいい黒ちゃん黒ちゃん黒ちゃんビビってるかわいいびっくりしたああ,あ,あいい飛びかかりだどれもそうさちびすけ えー、でもあいつらはかなり用心深いぞ子猫は間違いなく避けるだろうとはいえパンの動きはいつでも役に立つなんだろうか何パンって何パンってパンの動きパンの動きだ <laughs> 同じこと言わないでくれるやり方はこうだ1パンを手に入れる2パンを鳥の囮りにする3んん飛びかかるあーまたクロちゃんがビビってるかわいいクロちゃんはおビビりなんだねかわいいあとこの人間なんなんだよこの人間怖いぞ そうかわかったパンプラス鳥は捕獲なんだねうんそうだよそうなのかなわかんないけどでもえっとパンを貸してもらえるいや残念だがパンは猫ではなく人から出てくるからなどういうこと <laughs> 人から出てくる何その言い方ポケットの中ブリーフのケースの中 <laughs> 手に握ってる人までいるぞじゃあ彼らのものなの 一時的にな。だが、そうしたパンを全部手に入れることもできるんだ。足元に、そ、え、れ、ーえー、なんだこれ、えー、潜り込む技術を習得しさえすればな。足元に、歩いてる人の足を、L1、R2 で殴るだけだ。人がつまずくと、パンが落ちてくるぞ。なんで、人からパンが落ちてくるどういうこといや、人は誰しもパン持ってるもんじゃないよ。何言ってんだいや、人間全員パン持ってると思ったら大間違いよ、猫さん。教えてくれてありがとう。 この人間何この人間。この人間何こいつ何だった <laughs> 何だったあいつ何何。何をしに来たんだろう。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、こっち行って。えっ、ー、と、確か人間の足元に飛びかかるだよね。こう。こういうことんえあ大丈夫パンツが見えますパンツ見ちゃいますパンツえぇ、ー、待ってパンツ見えないタイプ。あパンツ見えるパンツ見えそう <laughs> あー、パンツ見えそうだった。これ飛びかかる。あ、持ってるパン、ちょうだいパン、ちょうだい,パン,うだいパン、鼻押し付ける。 うんな,な、な、な、なになに、うん、よくわからん。逃げるか一応逃げるかはこれスマホ持ってな。これ iPhone いくつ ?iPhone いくつかなうわぁはははは。諦めた。早いは <laughs> あれ、わたるね、普通スマホなんてめちゃくちゃ貴重なのに、大事なものなのに、諦める速度めっちゃ早いやんけ。え、じゃあ、えっと、パン、パンを手に入れる。どうやってやるんだえ、これで殴る。殴るとかじゃなくて、パンは落ちてこない。えー、っと、パン、これどうやったら落ちてこんな、パン。 パン落ちてこないあれ <laughs> パン落ちてな、パン落ちてなくねえっ、ー、と、キラリがあって、キラリ取ってな。はい、キラリ取って、ジャンプ高っなに今のジャンプめっちゃ高かったけど。あい、で、これ取って、あま、車傷ついちゃうから、あまガリガリしない方がいいよ。で、キラリがあって、またこれキラリがあって、なんだあれ、ガチャガチャみたいなのあるガチャガチャのカプセルが浮いてる。どういうことは拾って、なんだこれんえなにあ、なになにえなになにこれ リンゴの帽子リンゴの中にいるのは虫より可愛い子猫の方がいい。何これどういうことどういうことえー、まず、オプションでえー、んどういうことんどういうことん,ううこ,とんこれ、んえぇーえいや、可愛い。えバリクソ可愛い。えふ <laughs> <laughs> あー、黒ちゃんめっちゃ可愛い。黒ちゃんめっちゃ可愛いやんけ。 <laughs> そんなコスチュームしちゃって、あら、かわいい。めちゃくちゃかわいいやんけど。どパン持ってる人がいないかだよね。パン、めっちゃかわいいんだけど、クロちゃん。えっ、ー、と、パン持ってる人、パン持ってる人、どこー あパンだパンパンゲッツパンゲッツパンゲッツした食パンゲッツこれでオッケーだ食パンゲッツしてのあーびっくりしたちょっと待って水は苦手なんだよなごめんなえっと、こっち行ってあ水ゲ水じゃないわえっと、パンゲットしてので、これでえっと、確かこれパンここら辺に大きいのえ、元からあるえ元からあるやんけ拾ってくる意味拾ってきた意味なくねえっと、これでえっと、これでどうすればいいの えっと、手順は、えー、飛びかかるね。えー、っと、L は忍び寄る。はい。えー、L1 で忍び寄る。はい、こうやってやって、うん、こうやって、忍び込んで、えー、鳥来てくれるかな鳥さん来てくれるかなえー、鳥さんいつになったら来るんだろう、これ。いや、あ日差しがすご。天気の子や。天気の子のひながいるぞ。ひながいる。ねえ。 今から晴れるよ夢に僕らでほうはって、ほら、晴れてきた、晴れてきたよ。多分、ひながいる。あれ待って、パン、パン置いたけど、全然来なくねすいません、猫さん、ん言ってること、なんか言ってることと、なんか、出来事、ね、なんか、ね、全然なんか来ないっすけど。え、なんか食パンじゃダメとかある食パンじゃダメとかあるんかな食パン、あー、待って、来てるやん来てるやんちょっと待って、来るやん、来るやん。あー、この人パン持ってる。えい、ー、えー、いけパン取れ <laughs> ちょっと <laughs>、ごめんなさい、ごめんなさい。<laughs> あー、待って、取り来てる。これ、しゃがんで、 入って、で、これどうやって飛びかかるんだどうやって飛びかかるんだこことここで。はーいどうだスローモーションになったなんか。はい、いけるか玉玉じゃない間違えた。黒は、いけたあ、捕まえたで、鳥一応捕まえる。うん、うんこしてったうんこしてた何この輝く見てこの、めちゃくちゃ美しい色捕まえたよで、やった、やったよ え、見た目より、えー、瓶、水瓶、うん、なんてもだこれ。えー、っと、ありがとう。で、いいのかななんか急にフォントおかしくねなんか、ははは。なんか、え、フォントがおかしくなってる。え、は、話しちゃったのは偉かったな。このあたりは、キャッチン&キャ、キャッチリリースが決まりなんだ。わ、すごい。キャッチリリース、釣りみたい。釣りみたいな感じなんだね。キャッチしたらリリースね。え、だ、だって他にどうするのあはははははん。 色々だなこ,のこの猫積んでるなんかな,この猫な,んかなところでその羽は持っておくといいぞ。そいつ集めてる動物がいるそうだからな。あなるほど。でも鳥は気にしないかな優しいな。クロちゃんは優しいんだね。そうだな。考えたこともなかったよ。しかしたくさん飛び跳ね飛び跳ねた後で少しガチガチになっていることだろう。このリラク,リラクゼーション方法を試してみるんだな。何何どういうこと何何これ でっかい伸び、うーん、すごく大きな伸びだ。え、三角を長押しして使う。ありがとう。それじゃあな、坊主。坊主って言われた。坊主って言われた。すごい、なんか、この、この、この猫、すごい、師匠感がすごいんだけど、えっと、うわ、危な。うわ、風落とすなよ、鳥がよ。あ、クソ鳥がよ。で、えっと、え三角長押しで、えー、っと、なにこれ。でっかい伸び。ん、ああ、かわいい。あははは。 <laughs> かわいい <laughs> もっかやってちょもっかやってはいああかわいいああかわいいめっちゃかわいいやんけんで他にできるのはちょっとごろんなんだこれ あら、かわいいね。めちゃくちゃかわいいやんけ。なんて可愛いので、えっと、次はえっと、座るのだ。うん。あ、お座りしてるかわいい。ちょっと首かしげて可愛いね。めっちゃ可愛いやんけ。え、めちゃくちゃかわいやっぱ猫ってさ、最高に可愛いよな。犬と同、同レベルで可愛いよな。いや、めちゃくちゃ可愛いわ。で、これ、これ拾って、 これ拾ってゴールしたいんだよな、あそこに。あそこにゴールして、はい、これ、ちょっと難しいな。これ猫パンチして、はい、猫パンチしてにゃ、猫パンチしてにゃ、はい、こっち行って、はい、で、これパンチしてにゃ、で、こっち、うーん、ちょっと難しい マジで取れなくなっちゃった。あれ、ゴールと、ゴールの、ボールが取れなくなっちゃった。<laughs> ボール取れなくなっちゃった。<laughs> どうしよう。ボール取れなくなっちゃった。まあ、いっか。で、えっと、次することは何だ自販機。あ、なんか、あやたか売ってそう。あやたかとか多いお茶とか売ってる。ビールとかも売ってそう。いや自販機でビールってあんま売ってないけど。てか、売ってないけど。うーん、で、なんか、水とか売ってんね。えー、いいな。なんか、自販機横に太っちょじゃない横にめちゃくちゃ太っちょ。なんか、ガラ、これ、なんか、なんか,か,か,かんかんが落ちてんの。なんか、治安がよく 治安が良くないのでえっとこっち行ってえっとあワンちゃんいるまた同じワンちゃんがいるこっち行けるこっち行ける何何何誰か投げた今誰か投げたよねひどくないでこっち行ける行けるよねこれあ行けないのでもうちょっと端っこ行けば行けんじゃねもっとめちゃくちゃ端っこあ無理なんだねおなんかいるぞまたなんか猫がいるぞえっとすみませんハハハハ 常識がなってる猫ははは常識がなってる <laughs> すみません敬語猫なのに敬語んみゃあおこんにちはちょっと手伝っていただけませんかわ私は市長だ市長にすらできないことは他の者のにもできないようん何言ってんだこいつ市長を見つけられて運が良かったです市長僕は家に帰りたいしキラリも必要だしゴミ箱もあちらこちらにあるしみゃあお質問は一より一つにしたまえ ずいぶん厄介な話らしいにゃん。うん、猫は厄介ごとには近づかないものだよ。えー、猫の仕事はいたずらと寝ることである。我々はふわふわで眠たく。そして気ま,気まぐれなのだ。時々は床で物を転がすこともある。何言ってんだこいつ。こいつ何言ってんだ <laughs> こいつ、市長なのか猫の市長ということはあ、でも。みゃお、君の、ね、熱意には疲れた社。市長は眠いと何にもできん。すみません。 ミャオ君は市長は寝転がした,、ね、寝転がしたいのだその手伝いをしてくれ昼寝をしたいのだ昼寝がしたいのだその手伝いをしてくれたまえでも副社,長副社長としての君の殺に最初の任務は邪魔なジャムの B を処理だよミャオあの汚物を社長の目に見えないところに社長じゃない市長の目に見えないところに動かしてくれたまえただ,のただのジャムでしょ ミャオ、これは象徴なのだよ。人が猫を揃えていないということの、奴ら、奴らめ、ガラス瓶を棚に置いても、誰も落としやがれ、落としな、お、ど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 、誰も落としやしないと思っているのだ。こんなことを許しておいたならん。なるほど、そうかもしれませんね。でも、動かすって払い落とせ、押せ、壊してしまえ。ミャオ、えー、瓶の割れる音は、哀れな社、社、し市長の小麦歌になるんだろ。何言ってんだ、こいつ。こいつ何言ってんだそしたら手伝ってくれます ジャムのの音がが邪魔して君の声が市長に届かないん何言ってんだこいつこいつ頭おかしいんじゃねえのこいつ頭おかしい。この市長ってやつ頭めちゃくちゃおかしいやんけ。えっ、ー、と、確かジャムを落とすって書いてあったよね。ジャムジャムはこのババアババアがいるにゃこの熟女ババアがいるにゃこのババア後ろから突進したら絶対骨折して死ぬにゃ突進にゃ はい。<laughs> このババ、<laughs> このババア絶対死ぬよね。突進したら絶対死ぬ。えっと、じゃあ、あーぶつかっちゃった、痛った。で、これ突進してみるか。お俺おらーババアあ、強っこのババア違うわ。このババアめちゃくちゃ強いタイプだ。このババアめちゃくちゃ強い。もうね、なんケツがしっかりしてるもんな。ケツがしっかりしてるから、このババア強いタイプだ。 あ、黒ちゃん、その上乗っちゃダメだよ、黒ちゃん。それは売り物だから乗っちゃダメだよ。ババアもなんとか言えよ。<laughs> ババアもなんか言えよ。<laughs> 猫が乗ってんだぞおい。衛生的に良くないかな。衛生面的に良くないかな。で、あと、これなんかパイナップルがあって、これ何イチジクイチジクみたいなの置いてあって、バナナ、ジャガイモ、でっかいブルーベリー、え、リンゴ、 え、キャベツ、梨、ジャガイモ <laughs> なんか、品揃えおかしくないなんか、バラバラすぎないね、なんかおばちゃん、品揃えがよくわかんないですけど、なんでこの梨の横にキャベツが置いたんですかもうよくわかんないな、このババア。アえっと、こっち行って、えっと、これ乗って、あ、スイカ落ちちゃったー大丈夫かなって、これジャムだよね。これジャムを払お落とす。みゃう、これ落とすにゃ。行くにゃよ行くにゃよババア見てるにゃえい <laughs> はぁ、あ やば。結構大ごとになっちゃった。やばいやば、ばが気づく。あ、ばば怒ってる。はははは。めっちゃ怒ってる。あ、な,なんか、どんだけーってやってる。ははは。待って。どんだけバ,バアやめろ。おい。ははは。このバ,バアどんだけーってやってた。はは。怒り方わかりやす。いもうゴリラみたいに怒ってんじゃん。なにこのバ,バアあのばあさんどっか行っちゃった。あ、掃除するんだ。あのばあさん掃除してるぞ。掃除して。はい。 掃除してる <laughs> 怒りながらも掃除するいいばあちゃんいいばあちゃんだな。市長さん、あのばあちゃん、いい人だよ。えっと、こっち行って、手洗い場。手洗い場低くない手洗い場めっちゃ低いやん。子供用子供用ですかってぐらい低いんだけど。だからこれ取って、取っててか上がって、はい、上がりーの。で、これジャム崩すにゃ。ジャムを崩すにゃ。行くにゃよ。はい。あー、ば、おばあちゃんごめんね。また、また掃除増やしちゃった。えっと、こっち行って、なにこれレモンとニンニクよくわからんやっぱ このババア。レモンとニンニク飾ってやがる。よくわかんねえな。はい、これ落とすにゃ。これも落とすにゃ。はい、はいで。ああやめて、ババアごめんごめんって、ババアちょっといたずらしただけじゃん、ごめんって。ごめんって、ババア。顔がない、ババア。ごめんって本当、ほんとに。よし最、最後の瓶を落とすにゃ。最後の瓶を落とすにゃ。おさらばババア、ババ。ババ、またごめんね。なんか、あの、掃除増やしちゃって。ごめんや。パシ <laughs> やったにゃ成功だにゃこれでわ私はなんか市長に認められるにゃやったにゃやったにゃ <laughs> バババ怒ってるわで市長はい完璧だにゃ市長はこれで昼寝ができるあのその前に手伝っていただけるんでしたよねみゃ社長が貴重な支援を提供してあるとし,してあるとしようありがとうござい協力への見返りにジャムの瓶への公式対象を教えてやろうそんなんいいわそんなん教えてもらわなくたっていいわえー、ちょっと待って 他か、悩る不快なものに対しても使えるぞ。じゃーん。な、ね、これんえ、ゲほら、ゲの顔だよ、ゲ。長押しをするってことで、いつでも契約感を表現できるようになったぞ。これ、おね、これお願いしたことと違ういや、お礼には及ばんぞ。副社長、市長よ、ね。いつから副市長になったん俺。あ、すいません、そうですよね。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。<laughs> <laughs> やっぱこの猫やっぱなんか常識がなってるよなさて市長は寝るとしようああ眠いこれ以上の聖顔は、ねね、耳に入ってこにゃいでもグ寝ちゃったななんでババアどうした認知症か認知症になったんかハテナマークになってるけど認知症か <laughs> 認知症になっちゃったんかなで三角で何かできるって書いてあったよねえ三角でえゲってやつゲあこれがこれで、うん何あああ毛玉生えたんかな毛玉生えてるうん あ、気持ち悪い大丈夫毛玉入ってるね。で、えっ、ー、と、これゲットして、これやったから、これ何すればいいんだえっ、ー、と、バば気づいたえっ、ー、と、こっち行って、えっ、ー、と、他にすることは何かあるかなえっ、ー、と、こっちは行けな、なあ、ここ行けそう、ここ行けそう、ここ行ける行けるあ、行けないかちょっと塞がってていけないかえっ、ー、と、じゃあ、することはこっちは行けないでしょで、はすごい、すごい、<laughs> ドリフト <laughs> すごいドリフトしてた <laughs> えっと、こっちは行けない。ちょっとカットします。 おなんかここ行ける、ここいけるここいけるぞなんだ、ここはここはなんだなんですか、ここはあ、光物がある。キラキラがある。待って、キラリがある、キラリ。えっと、キラリがあって、これ取って、はい、上がって、これ上がって、キラリ発見キラリ発見して、はい。で、これ、登りのして、の、これ、また登りの。ああちょっときついかなちょっときついね。ごめんね。え、で、こっち行って、こっち行けないこっち、あ、こっち行けんね。こっち行って、なんかカプセルがある。んどういう状態はは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 。<笑><笑><笑> <laughs> バグった <laughs> 待ってバグった <laughs> 猫が高速回転してるバグった <laughs> よし戻ってきてはい戻ってきましてでこれゲットしてのでこれなんだこれ何これ拾ってこれなんだあ開けてああけてなんだ次はん うわ待ってかわいいガチかわいいこれちょ待ってえっと、これつけてえっと、これつけのこれどうやってつけんだえっと、これでえっと、え、こんな被り物あんの多くねで、これつけてうぅかわいいめっちゃかわいいやんけクははくかわいいやんけなにこれ見てめっちゃかわいいやけどうわいいな猫ってかわいいなやっぱりくわーっ あ、キラリ発見キラリえ、これキラリじゃなくねえ、これ鍵じゃねえ、これキラリなのこれキラリなのこれ,のこれ鍵だよ危なちょ待って。鍵ダメでしょ普通に。鍵はダメでしょで、こっちはいけない。え、こっちゴミ箱はこっちゴミ箱何にもなしシじゃあこっち行くかえ、こっち貼って行って。はい。で、おここどこだここどこうわ、広いお家広いお家でここめっちゃ光ってる。なにこれ寝るんえ寝るんん ああいや、寝方が人間。<laughs> 寝方が人間すぎる。猫ってこういう寝方すんの寝方が人間。もうおっさんじゃん。もうね、れ、れん、れ、な、な,なんていうの夜勤夜けのおっさんやん。えで、これでんんとういうこと えこれなんか意味これなんか意味あったこれなんか意味あったのか意味あったこれでこれ登って登りの登りしてーのこれ登れないあこれさあれあれかなんかあれひかなな、なんベル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 こっち行ってなんか蛇口でかくねでこっち行ってなにこれえこんなとこにカメレオンいる <laughs> どういう <laughs> どういう世界があってここ日本じゃないのなんでカメレオンな野生にいるのあのんなう帽子かぶってるもしもし 私のことかね。なんか、すごい、泣き声キモ、肝。もちろん。君には私が見えてんのかすげえ。待って、この、吹き出しんとこも色が変わってる。え、うん。これは驚いた。私の完璧な擬態を見破ることはできたものは、これまでいなかった。いや、意外とわかりやすいよ。私の力が衰え出してるということか。えっと、君は誰力君は魔術師なの君は誰え、私は、多くの名で知られている。そうなんだ。 えー、謎,のせ謎のセンセーション、透明とかゲあれどこに行ったのな、不思議。私は擬態の技術を磨き、周囲に完璧に溶き込めるようになったんだが、とは思っていたのか、よくわからん。よくわからんって。な、翻訳がばってない例えば私は自分の言葉すら消すこ,消すことさえできできるほど演奏が得意なんだ。見ていてごらん。うん。んあ、ほんとだ。<laughs> それ、その、ね、その能力、なんか、ね、使えるとこ少なくない <え>どうだったね私の言葉は完全に擬態していただろうそれただ無言だっただけじゃないただ無言だっただけじゃないそれうわーすごいね <laughs> 棒読み <laughs> めっちゃ棒読みありがとう極めるのに何年もかかった技さでも君が擬態の達人ならどうして僕は君,君が見えるんだろうまったくだあるいは君の目がひどく珍妙なせいかもしれないなうんえー僕の目は珍妙なのえー僕の目どうかしちゃったの可愛いいな、まあ、僕の目は珍妙なの えー、自分で見たことがあるかね。確かに、このクロちゃんの目って緑色ですごいよな。可愛い,いよな、えー。自分では見え,見えないと思う。教えてよ。まず君の目は顔の前方についている。珍妙だ。<laughs> いや、そう、<laughs> いや、普通だろ。<laughs> どう見たって普通だろ。お前がただね、爬虫類というか、か爬虫類だからね、あの前方についてないだけで。でも普通でしょ、これ。そうなの えー、しかも全く飛び出していないように見える。頭の、えっ、ー、と、頭の中にははまり込んで、貴重な脳のスペースを占領しているのだ。うん。えー、僕は目玉で考えるのかもよ。確かにな。少なくともそれぞれ別の方向に動かすことはできるのかね。無理っぽいな。うん。で、それって心配した方がいいことだと思う 何とも言えない。私はマズジュシであって、獣医ではないからね。しかし、もしその、もしその、珍妙で劣った目が、本当の私の隠し身の術を見抜けるのであれば劣っっ劣っっ劣っっ、劣ったって言うな。劣、ひど。劣ったって言うなや。<laughs> さあ、お前のカメレオン。カメレオンのお前の方が劣ってんだろう。で、横にしかついてない。前が見れないっていうのが、劣ってんだろう、お前の方が。んついに校長主が出現したというわけだ。すんごい鼻生ま出てる。え、え、何 私は君の珍妙の目を出し抜く術を、術を、ね、学ばねばならない。新しい変装をする。新しい技術を磨く。えー、なんとかな。自己、なんとか開発の芸術に没頭する。えー、僕のせいで変わらないで。優しい子猫だ。こんなにも珍妙で小さく。な、なんて言うのこれ。<laughs> 読めない字ばっかです。 ダメだ。世界で最も見つかりにくい生物しての、私の名誉を撤回、撤回、撤回するために、私は買わなければならないのだ。その珍妙な目を破るためには、それしか道がないのだよ。僕な目を破るってどういうこと物理的に目をこうやってビリって破るんじゃないまた私を見つけられるか勝負だ、猫よ。ここでいやいや、技を調整する間、私はこの場を離れればならない。そして、再び姿を現すのだ。どっか別の場所にな。む、むろ、私を見つけ出すことは、むつれてる 待って、このゲーム、意外と読むところが多すぎて疲れんなえ。私を見つけ出すことはほぼ不可能だろうから、大まかな居場所を示してが、手がかりを残しておいたやろう。おっ、ん長い長い長い待って、長いえ安全帽が輝いた場所にコンクリートが流し込まれ、えー、最,最上期が唸る。私はその場で擬態している。君の奇妙な目には見えないように。目のことえー、で、うって、私的ライセンスという言葉を聞いたことが、終わりかなえー、あるよないよないです。私はそのライセンスを持っていて、えー、で、なんか使う,使うのさ。とにかく頑張って私を見つけてごらん。あ、やっと消えた。もう長いわ、話。めちゃくちゃ話長いわ。やっと消えてくれた。えーでか カメを見つけるっていうミッションねでこっち行って「うっすげえこんなとこ行けんの?で」でこっち行って「ああキラリがあったキラリ」でキラリゲットしての「はいうっすげえこんなとこ行けんだすっげえ」あキラリがめっちゃ落ちてる。 キラリめっちゃ落ちてる。キラリめっちゃ落ちてる。なんか言うんだ。え、キラリめっちゃ落ちてるな。で、こっち行って。こっちはこっち登れるで、こっち行って。あー、待って危ないこれ、こう落ちたら死んじゃ、死にはしないか。猫だから。猫だから死にはしないか。で、これ登って、あー大丈夫足、折ってない大丈夫で、こっちはいけない。いや、これ、行く道が結構、ね、制限されてんな。難しいな。で、こっち行って。あ、これ登れないこれ登れないか。えー、っと、じゃあ、こっちからはいけない。こっちも もいけない。こっちも行けない。じゃあどこ行けばいいんですか？待ってみんな完全に行ける場所がわかんなくなっちゃった。どこに行けんのかわかんなこれ <laughs> これどこかどこ行けばいいの？これ？行けるとこなくね。もう行けるとこがないんですけどちょっと待って行けるとこが <laughs> 行けるとこがもうない <laughs>。 <laughs> どうしようこれちょっと一回今日はここで終わりにしようかなちょ、実況時間もちょうどいいから一回ここで終わりにして、次回またね、この続き、えー、キティ、なんだっけえー、っとな、キティ、キャット、なんちゃら、こんちゃら続き、あの、やっていきたいと思います。はい、ということでね、今日のゲーム実況はこれで終わりたいと思います。さよなら。